歴史と芸術の国スペイン。この地で日研宗は卑劣な学会切り崩しを目論んでいた。1991年6月、海外部長の小林光徳が乗り込んできた。小林は SGI を脱会した団とのみにご本尊授与を行いました。それはご本尊を脅しの道具にして脱会者を募るという悪辣な行為でした。93年末には日研自ら乗り込み進宗を行った。日研世界的にも有名になったマドリード寺院での日研の居眠り権行、これによってホッス日研のイメージが虚像であったことが世界にもスペインメンバーの中でも明らかになりました。そういう意味でも93年の日研進宗はスペイン前進の大きな出発点となったのです。スペインの青年部は立ち上がった。スペインの地に二度と日研を踏み入れさせない、この決意で極悪日研宗との戦いを開始した。そして2005年、スペイン青年部は文化祭を開催。日研宗の嵐が吹き荒れてより14年、スペインは20倍の降伏拡大の結果をもってこの日を迎えた。演技ももちろん大事ですが、悪との戦いがその根本になければならないとの思いで皆がこの文化祭に挑みました。池田先生よりスペインの大勝利とメッセージをいただきました。文化祭は紛れもなくスペイン創価学会にとって悪との戦いの勝利の証であると私たちは確信しています。